集えカワウソラバーズ、イエーイ。皆さんこんにちは、仙台放送アナウンサー西野入夏希です。私前回この企画で10分間カワウソの魅力について語ったんですけれども、結局カワウソラバーズ集いませんでした。ということで私今回からこうなります。仙台放送内で勝手にカワウソ親善大使。かぶってしまおう。ということでまずは仙台放送内からカワウソファンを増やしていきたいと思います。やはり、カワウソ親善大使になるからにはどなたかの承認が必要となります。今回は仙台放送の先輩方お二人に、私がカワウソ親善大使にふさわしいかどうかを丸バツで判定していただきたいと思います。早速最初の先輩に参りましょう。この方です。入社4年目の高橋さくらです。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、ちょっとこの度カワウソ親善大使に勝手になりまして。勝手にね。勝手に。もうひたすらかわいい。早速よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、第1問、カワウソは何かの動物でしょうか。長い感じ。いいところ言ってます。いいところ言ってる、はい、言ってます言ってます。そこから考えて、はい、B のイタチカで。大正解。正解した。はい、B のイタチカです。やった。猫目イタチカのカワウソ赤。そうなんです。続いてババン、カワウソは何種でしょうか。A の5種。 A の5種、うん、C の13種。結構いたんですよ。ちょっと書き出してみました。あ、すごい。以上13種ありまして、その中にラッコも入ってはいるんですけれども。え、ラッコも含むんだ。はい、はい、ちなみに宮城県の海の森水族館では、うん、爪なしカワウソ2頭見ることが、はい、できます。日本カワウソが最後に日本で確認されたのはどこでしょうか。この中で一番南の高知県。大正解です。そう、Cの高知県です。高知県須崎市新城川っていうところで最後確認されました。でも絶滅種に指定されたのは一応2012年と。あー、最近なんだね。はい、今のところ3問中2問。すごい。やったー。で最後の問題となります。ちょっと趣向を変えてこちらです。カワウソの鳴き声はどれでしょうか。今から音を3つ流していきます。まず A いきます。B いきます。C いきます。なんか高低差が激しい。そうなんです、ね、難しい。そうですよね。でも可愛らしい顔から想像するに A の高い声、鳴き声かと思います。正解です。正解。やった。A がカワウソです。やった、やった。はい、それを踏まえてもう一度聞いてみましょう。いきます。かわいい。甘えてる時の声で。あ、そうなんだ。そうなんですよ。すごいです、さくらさん3問正解しました。すごい、すごい。意外と解けた。すごい。でもね、はい、楽しかったし、あら、わ、すごい、本当に勉強になった。あ、本当ですか。なんかね、嬉しい。ちょっと答え以外のこともね、いっぱい教えてもらったので、これは親善大使ポイントをジャッジをしていただきたいと思います。もう自信を持って親善大使として推薦しますし、これからも頑張ってください。ありがとうございます。親善大使として広報活動 OK といただきましたけれども、はい、さらにカワウソラバーズと仲間になっていただけないかなと思いまして、こちらのステッカーをぜひ。わ。
手作り感満載なんですけれども、なんかもうここに貼っとこうかなと思ったんだけど、こうやって普通の画用紙かわいい晴れてカワウソラバーズの仲間入りを果たしました。ありがとうございます。まずね、海の森水族館にね行きたいね。行きましょう。一緒に行こうか。ぜひ。ね、やったやばいんだ。ちょっと親善大使と一緒に行ってきます。はい、ということでまず一人目の先輩高橋さくらアナウンサーに、私がカワウソ親善大使としてふさわしいという丸をいただきました。そして次は二人目の先輩です。どの先輩に判定していただくのか、それは次の動画で配信したいと思います。判定はいかに、次もどうぞご覧ください。